おはようございます。秋山です。今日はですね、かねてから空き家の取得方法について聞いてみたいっていう、これ YouTube ではないんですけど、問い合わせがいろいろ多かったので、今回ちょっとそういうのを、まとめてみようかなと思います。自分もですね、移住者でして、この町に4年前に、移住して、今空き家を2軒取得して、当時空き家ですね、空き家を2軒取得して、今ここで暮らしを作っているものです。少しだけですけど、経験があるので、そこら辺の最初のスタートを紹介できたらなと思います。空き家って結構なんていうんですかね、課題意識が多いと思うんですけど、それも考えようによってはすごく人生も豊かにしてくれるものでもあるので、そこら辺の参入障壁が少しでも下がれればいいかなと思って、この動画を作らせていただきました。ネギちゃんです。全然関心がなさそうです。早く。ネギちゃん関心がないです。とりあえずですね、空き家の取得の流れ、簡単に言ったら、まずは見つけて、で、所有者さんとつながって、契約をして、その後、所有権の移転登記、権利の移動ですね、行って、最後に税金を払って完了です。この流れをですね、今日は、簡単に紹介していこうかなと思います。で、まず最初の、物件を見つけるっていうところですね。大きく多分僕は3つあると思います。1つが、不動産サイトで見つけるってことですね。スーモとか、地域の不動産サイトですね。なんとか不動産みたいなところで出ている物件を見つける。これは結構情報が充実してて分かりやすくていいと思います。で、2つ目が空き家情報バンク。これはおよそ市が運営している、情報サイトなんですけど、空き家の情報とかが載ってて、いろいろ価格だとか、水回りとかがの情報が載ってて、ただ明確なアドレスとかは載ってないんですけど、そういうもので見つける。これは1個目の不動産サイトに比べたら情報は少なめです。もちろん非営利目的なので。で、3つ目が実際に直接見つけるってことですね。目で見て。この3つがあるかなと思います。で、自分たちが所有している海の家については、空き家情報バンクを通して見つけました。で、この山の家については、ドライブ中に見つけました。3つ目の直接見つけるっていうやつですね。で、見つけて、次に所有者さんとつながるという流れでございます。次に所有者さんとつながるっていうところでですね、1つ目の、不動産業者さんを通して、っていうのについては、これはもう仲介手数料払って契約に進んでいくという、すごい簡単ですね。簡単だけどお金もかかるっていう流れですね。これについてはもう誰でもできるので、ここでお話はやめようかなと思います。で、2つ目の空き家情報バンクについては、およそこれは市が運営しているパターンが多いと思うんですけど、市役所等に電話してですね、こういう物件を見つけたんですけど、内覧できますかという形で、内覧をに進んでいくということです。空き家情報バンクについては、内覧するっていうのが1つの、条件、空き家を取得する条件になるので、まず内覧をさせてもらうということですね。で、3つ目の直接見つけるっていうパターンについては、これはもう地域あのその家の近くに住んでる人に直接話しに行って、自分たちはこの家興味あるんですけど、所有者さん知ってますかって尋ねるっていう すごいアナログなんですけど、尋ねたり、あとは法務局に行って、その土地の所有者さんをこちらで調べてですね、ちょっとお金を払って調べて、で、直接その所有者さんに連絡してみる。
まあ、要は2番目3番目についてはほぼ直談判ですね。で、消費者さんとつながってきます。で、内覧をするっていうのは結構大きいんですけど、内覧についてはコツがあってですね、まあ、一つは修繕経験がある人と一緒に行くっていうのがいいと思います。不動産サイトについてはもちろんもう売り物なので状態がいいですね。もう次の日から住めるレベルです。ガス電気水道を通せば。でも空き家になって15年とか20年とかいう物件っていうのはですね、まあ、すぐに住める状態でもないので、まあ、どこをどれだけ修繕していくか、それね、どんぐらいお金と時間かかるかみたいなところも視野に入れていかないといけないので、まあ、そういう経験がある人と一緒に行ったらすごいいいかなと思います。で、2つ目のコツとしてはやっぱりその物件以上に、求めている物件以上にその周りの地域性っていうのも重要になってきます。やっぱり地方に移住するってなったら町と違って、まあ、地域行事だったり地域の、まあ、なんかしきたりみたいな、しきたりじゃないな、まあ行事ですね、があったりですね、まあ関係性みたいなところも大きいので、まあ、そういうところも受け入れることができるってなればその物件もいいかなみたいな感じに受け止めとったらいいかもしれないですね。で、次は契約ですね。契約は大きく2パターンあって、1つは専門家に依頼するっていうことですね、まあ、司法書士さんとかにお願いして契約をやってもらうっていうのが1つ。まあこれ2つ目が自分でやってみるってことですね。まあ、海の家、山の家両方とも今回は自分たちでやったんですけど、まあ一つ言えるのはすごい時間もかかるし頭も使えますね。うん、なのでコツとしては10万円惜しまない。まあボリュームにもよるかもしれないですけど、およそ司法書士さんとかにお願いしたら一件あたり10万とかはかかるかなと思います。まあどこに重きを置くかなんですけど、まあ、自分たちはそのプロセスとかそういうところも見てみたいし体験してみたいっていうのもあったし、まあその手続きを通していろんなものも見えてくるんですね。お金の流れだとか、あとはまあどのように土地とか山とか、あとは家とかが国に納められてるかみたいなところもすごく勉強になるかなと思ったんで、あとお金もかかるからちょっと安くしようかなとか思ってたりとかもあったんですけど、まあそういうところを学びたかったっていう、そのプロセスに重きを置いてたんで自分たちでやりました。ただまあ空き家を取得してその先でなんか自分の事業をしたいとかなんかいう人にとったら、まあそこはあまり重きをそんなに重要ではないので、まあ10万円押しますにお願いしてもらってささっと終わらせる、そっちの方がストレスも少ないですしいいかなと思います。そして次に、まあ、契約なんですけど、契約はですね、売買契約と贈与契約、およそ2パターンあるかなと思います。で、自分たちのことで言ったら海の家が、売買で、山の家が贈与で行いました。まあ贈与、まあ、これもですね、消費者さんが優先度合いとして高いんですけど、まあ、売りたいっていう話であれば、まあ、売買価格を教えてもらって契約に進んでいくと。で、山の家についてはお互いにいい方法でお願いしますって、言っていただいたんで、おっしゃっていただいたんで、自分たちの方で、まあ、売買にかかる、界隈のお金と贈与にかかる界隈のお金を計算して、お互いに、まあ、安くストレスも少ない方法で終わらせようということで、まあ、贈与にいたしました。まあ、売買契約なり贈与契約なりが集結できたら次に所有権移転に移っていきます。で、まあ、これは売り手が集める書類、まあ、買い手が集める書類たくさんあります。で、まず僕たちの経験で言うと、登記、まあ、そういう登記手続きを、まあ、自分たちで、行っているので、まあ、所有者さんがちょっと遠方にいらっしゃったので、まあ、その所有権移転の登記を自分たちに譲ってもらって、まあ、委任してもらって進めたので、まあ、集める書類もちょっと多かったんですけど、まあまあ、難しい方を紹介できたらなと思います。はい。で、まあ、まず買い手が集める書類は、
もちろん登記の申請書ですね、登記の申請書については法務局で取得、ひな型を取得することができます。それを埋めるっていう作業ですね。次に固定資産の評価証明書、評価証明書、評価、ちょっと待ってくださいね、固定資産の評価証明書かです。この土地だとか家とか畑とか山とかにはどんぐらいの価値があるものかっていうのを証明している書類があるんですけど、これは市役所の課税課とかそういう税収を扱うような課で取得することができます。そして3つ目ですね、登記原因証明書。これについてはどのような理由でどのような原因でその物件を取得しましたかっていうのを証明している書類です。自分たちの場合は売買、もしくは贈与で譲ってもらいましたとか、そういう証明する書類ですね。これが必要です。で、4つ目は自分たちの住民票、市役所で取れますね。で、最後に、農地法の参上許可、許可証ですね。これは、農地が不帯農地がある場合に限るんですけど、農地がある場合はそういう許可証が必要です。およそこの5個が買い手が集めるものです。で、今度売り手が集めるもの、もちろん売り手が集めるものもあります。で、一つ目が、委任状なんですけど、登記の委任状ですね。普通本来は所有者さんがやるものなんですけど、僕たちの場合は委任してもらってやってるので、登記申請書の委任状をまず作ってもらいます。で、次に、固定資産の評価証明書の取得の委任状、評価証明書っていうのは本人しかやっぱり取得できないものなので、それも委任状を書いてもらって自分たちが市役所で取得しました。で、3つ目が登記識別番号、これは権利書ですね。家とか土地にはなんていうんだろうな、マイナンバーカードみたいに番号が割り振られているんですけど、その番号が必ずあります。それをまず用意してもらうということですね。で、住民票と印鑑証明、およそこの5個、合わせて10個ぐらいかな、を集めて、所有権移転登記を進めていきます。コツとしては売買とか贈与した日っていうのは埋まると思うんですけど、それ以外の日付っていうのは意外ちょっと開けといてもらって申請書を作っておくってことですかね。で、最後に法務局で提出するときにいろいろ日付を一緒に窓口の人と相談しながら埋めていったらミスなく終わるかなと思います。僕もいろいろミスって言えることなので、ちょっとは参考になるかなと思います。そしてですね、次に、先ほど紹介した、10個の書類が集まったら今度法務局に、登記申請していきます。所有権移転登記ですね、していきます。その書類と、あとは登録免許税って言って、登録するのに権利を移動するのにやっぱりお金がいるので、その登録免許税をこちらで計算して、法務局で支払って登記するっていう流れになります。で、登録免許税の計算方法なんですけど、これも詳しくは国税局とかに出ています。簡単に言ったらですね、登録免許税イコール、課税標準かける税率で計算できます。ただですね、これも売買と贈与でまた税率が変わったり、土地と宅地でまた税率が変わったり、いろいろあります。なので、これも逐一チェックしながら進めていきます。数年に1回とか税率って多分改正されるんだと思うんですね。自分たちが経験した中でも1回変わってましたし、なのでそこら辺はちゃんとチェックして計算していきます。簡単に言ったら、本当に市役所で取った固定資産評価証明書で、土地とか宅地の、価格っていうのがあるんですね。それの100円未満を切り捨てた課税標準っていうのがあります。その課税標準にそれぞれに適用した税率をかけて計算すると。で、計算してきた計算して出た登録免許税の100円未満だったかな、1000円未満だったかな、どっちかは切り捨てて、で、それの合計額が登記にかかる
登録免許制になります。その印紙分を法務局で買って、でそれを貼っつけ、申請書に貼っつけて、登記申請を行うような流れになります。まあ結構ここはタフなんですけど、それは法務局の人と相談しながら進めていった方がいいと思います。20分相談無料とかなんかそういろいろあるんで、そういう制度を使いながら専門家の人に教えてもらいながら進めていきましょう。僕はこれの何ていうか壁打ちをですね2ヶ月やりました。本当に本当に大変でした。最初から聞いとけばよかった。以上で申請をしまして、で何も不備がなければそのだいたい1週間、まあ、数日から1週間後ぐらいにその登記の完了通知が届きます。何か不備があればここ直してくださいみたいな、もう一回提出してくださいとか連絡があります。何もなければ、まあ、数日から1週間ぐらいで登記の完了通知が来るので、その足でまた法務局に行って、登記識別番号、先ほどのマイナンバーカード的な、まあ、物件だとか土地の番号っていうのをいただきます。まあ、いわゆるこれが権利書ですね。で所有権がちゃんと移転されましたよと、まあ、この物件はもう 100% 自分たちのものですっていうのが証明されるようなものですね。で登記から、まあ、4、5ヶ月後ぐらいですね、まあ、半年いかないぐらいで次に不動産の取得税の納付書が届きます。まあ、その取得税も、まあ、課税標準かける、税率です。先ほどの、固定資産評価証明書から算出した課税標準というのがあります。でその上に税率をかけたものですね。この、税率についてもやっぱり改正があるので逐一チェックして計算する。あとはその課税標準っていう言葉も先ほどの登録免許税の計算で使った課税標準と同じ感じなんですけど、意味合いがまたちょっと違って、まあ、家については例えば宅地については特例措置でなんか固定資産の評価額の2分の1にしてそれに税率をかけるとか、なんかいろいろそのあるので、これについても相談しながら進めていけばいいかなと思います。ただまあ取得税についてはこちらで計算しておかなくて もうあちらで言われた価格を、はい、支払うだけなんで、そんなにそんなに考えなくても大丈夫かもしれないです。はい、およそ、まあ、どんぐらい払うのかなっていうのが気になる方は計算したらいいかなと思います。まあ、自分たちは計算してたんで、海の家と山の家両計算しといて、あらかじめこんぐらいかかるっていうのを視野に入れて進めてましたですね。まあ、いろんな、まあ、税金があるんですね。まあ、自分もよくよく間違えてたんですけど、まずこのなんていうか不動産取得税、これは県の税金ですね。だからこれは県税事務所に行きます。県税事務所から来ます。であとはその物件を取得してから今度固定資産税っていうのがかかるんですね。この固定資産税については市の税金です。なので市役所の課税課から納付書が送られてきます。はい、でまあなんていうか、まあ、売買したりすることによってお金とかが発生して、それがまあ、経費になったりするんですね。事業していたら、その事業していたら経費になるっていう税金については今度取得税とかになるんで国の税金になります。これはだから税務署ですねになります。だからそれぞれ何の税金が何なのかっていうのを、まあ、把握しておいて、それぞれに合ったところに問い合わせて計算したりとか考えとかないとわけわかんないことになるんで、はい、気をつけてください。まあ、最後にですね、番外編じゃないけど、まあ、農地の権利移動について、まあ、簡単に紹介します。まあ、農地、まあ、不対農地がある場合はですね、農業委員会の許可、まあ、いわゆる農地法の参上許可っていうのが必要になってきます。まあ、これはですね、まあ、農地もですね簡単に移動しちゃったら農業しないのに権利だけ移動したら結局草ぼうぼうになったりとか荒れ地、まあ、耕作放棄地ですね、遊休農地とかになるっていう恐れがあるので、まあ、ちゃんと
農地は農地として使えますよ、営農しますよっていう、まあ、証明書ですね。なのでこちらから、まあ、耕作放棄地にしないように、まあ、作付け計画を作っ、営農計画ですね、営農計画を作ったり、まあ、営農するにあたって、まあ、道具とかそういう知識とかがありますよみたいな証明したりですね、あとは、まあ、現況確認といって地域の農業委員会さんに来てもらって、この土地はちゃんと使えるかどうかっていうのを見てもらったりですね。すいません、今ちょっと猫がバッタを持って帰ってちょっと見ちゃいましたけど、はい、そういうところを証明して証明してもらう書類です。まあ、これ発行するのに 1,2 ヶ月かかるので、なんていうか登記する前にザザッと終わらせて、一緒に農地と土地とか一緒に登記するのがいいと思うので、まあ、タイミングを見ながら所有権移転を進めていけばいいかなと思います。なので日付とかは意外と開けとった方がいいかなと思います。最後に調整するので、まあ、そんな感じでですね、この農地の権利移転については簡単に紹介させていただきましたという感じでですね、今回は、まあ、前から問い合わせのあった空き家の取得の流れについてもう超ざっくり紹介させていただきました。まあ、見つけて消費者さんとつながって契約して所有権移転登記をして最後税金払って完了みたいな、そういう流れでした。まあ、いろいろコツはあると思うんで、何回かちょっと調べてもらいながら、はい、進めていけばいいかなと思います。まあ、最初にも言ったかもしれないですけど、空き家っていうのは結構課題意識は大きいですね。ただ自分はですね、そうは思ってなくて、まあ、空き家は結構資源だなと、空き家は機械だなと、課題ではなくて機械、オポチュニティ、リソースって感じですかね。まあ、空き家の回収とか空き家の活用を通していろんな人にもつながったし、まあ、住むだけじゃなくていろんなメリットもあるので、まあ、チャンスがあったりとか、なんか興味があったらやってみてもいいのかなと、まあ、そのきっかけになればいいかなと思います。全然やった方がいいとかそういうプッシュするわけではなくて、そういうのにもそういうのもあるんだなって興味を持ってもらうだけでもすごくいいので、はい、空き家いっぱいあるんで検討してみてください。以上です。いろいろ見ていただいてありがとうございました。さよなら。